こんにちは。今回ね、ノクさんからね、投資で一番大切なものはということで動画の方をいただきまして、まあ、私もね、投資で一番大切なものってそういえば何だろうなぁと思ったんですけども、私の場合はなかなかね、一番っていうのは決めにくかったんで、まあいろんな大切なものがあるなぁっていうふうなね、なんともぼんやりとした考え方に落ち着いたわけなんですけども、まあ確かにね、ノクさんが言われるように、リスクリワードって非常に大事なんですよ。というか、投資の醍醐味って、 まさにリスクリワードなんですよね。まあ例えば何か投資事をするとして1万円出しますと。勝ったらそれが2万円になりますと。負けたら1万円がなくなります。この関係をリスクリワード1.1っていうと思うんですけどもその場合私はねその投資にあんまり魅力を感じないんですよで。私が投資に魅力を感じるリスクリワードとしたらですね最悪でも1万円失っちゃうよと。 最高だったら3万円以上儲かるよみたいなリスクリワード3対1ぐらいなのかなと思ってるんですよ少なくともねでこれは投資の一番最初の入り口 FX に対していつもそう感じてますリスクリワード3対1というふうなあ、まあ、勝負が見えないと私はエントリーしないかなってところなんですよでこれにはねあのテクニカルトレードがものすごくうってつけなんですよね まあ人によってはリスクリワード二2対1とかってなってると思いますけども1対1ならやってもやんなくてもいいかなっていうところなんですよねつまりリスクリワードを対1ってことは超反爆地をしてる限りまあずーっと勝ちも負けもないわけですよ、まあ、つまりじゃんけんをしてねもしくはコイントスをして裏表で2分の1じゃないですかコイントスでいきましょうかコイントスで勝負をするときに 表が出たら1万円もらえる。裏が出たら1万円払うっていう勝負を1万回したらどうなりますかね期待値としては最初と変わらないってことになるんですよ。でも、実際にですね、コイントスならそうですけども、コイントスをしてね、まあなんていうですかね、表、裏、どっちでもないみたいな3つの面があるとしたらどうですかねリスクレアードって、まあ、3対1になると思うんですよ。 うん、まあこの辺はね、細かい説明はちょっと省きますけども、とにかく自分の条件が有利であれば、投資っていうのはやるべきだと思うんですよね。で、投資っていうのは人生に様々な場面、投資が出てきます。まあ今、奨学金で首が回らないみたいなね、新社会人の方もいると思いますけども、私これもね、リスクリワードだっていうふうに思うんですよ。例えば大学に行くのに、500万円の奨学金を組まないといけないとするじゃないですか。 卒業後に500万円の借金が残りますっていうふうに考えた時にねその500万円の奨学金を受けて借金をして行く大学卒業後にどのぐらいの期間でその500万が返せるぐらい儲けられるのかってことを考えれば大体リスクリア度っていうのが見えてくるんですよね500万円の奨学金で大学に行きます4年間学びました借金は確かに500万できたけどもその大学に行ったおかげで 年収が300万2年目には400万3年目には500万になりますみたいなあ図が書けるんだったらねだから大いに借金しても3年以内に関西っていう図が書ければねこれかなりリスクリワードいいと思うんですよでも残念ながら500万の借金をして大学に行ったのにブラック労働しか待っていないとかね月収で15万しか待っていない年収200万300万行ったり来たりの10年間でしたってことになっちゃうと。 いつまででっても奨学金が返済できない、つまりは大学に行って500万円の足を出したのにいつまでたっても取り返せずに人生がどん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 スポイルされてしまう無駄になってしまうっていう図が見えたら奨学学金受けてまで大学に必要ないよねとどうせ奨学金を受けて大学に行くんだったらその後の人生が華やかになるね一層東大でも目指すかっていうふうに考えていかないといけないんですよね。 まあ、いわゆるエフランク大学っていうね言い方は私はあんまり好きではないんですけども今現役で行ってらっしゃる方がいいと思いますんでねでも実際に卒業後も大して進路が描けない大学だったら借金してまで行くことはそんなにいいことだと思わないんですよねもちろん大卒っていう資格を500万円で買いに行くっていうふうに割り切るんだったらありえるんですけどもねで他にもリスクリワードってあって例えばお付き合いするね女の子とかもこれリスクリワードっていう考え方で見てみると まあ大いにね、うなずけるところがあるんですよ。リスクリワード。まあことは人間なんで変化するってことも計算に入れなければなりませんけども、お付き合いしていてね、楽しい彼女、デート代が毎回毎回2万から3万かかりますみたいなね。でも、実際に結婚したらもっと金かかりますからね。日々かかりますからね、デートでもないのに。で、しかも、女の子からすると、生活を支えられているっていう感謝はどんどん薄れていって、まるでね、 自分の旦那も自分の所有物、自分の旦那の資産も自分のものみたいにだんだんなっていくんですよ、ね。いや、うちがそうだったわけじゃないですよ。うちがそうではないということなんですけども、そういうことを考えていくと、リスクリワード、結婚に対してかなりネガティブに考える男性が多いのも、これはわかる、ま、わかるところだと思うんですよ、ね。リスクリワードね、どんどん悪くなっていって、しかも、可愛くて大好きだった頃の女性は、 どどんどん失わわれていくわけですよもちろんなんかね女性がそこに自分の意義を見つけ出していつまでも素敵なずっと惚れてもらえるような自分を作り上げていくんだっていうふうな気持ちでねずっとその夫婦という関係を続けてくれればまだしもなんですけどもだんだん高慢になりサボりたくなり不満を漏らすようになりともすればね 旦那は別に帰っててなくてもいいのと。お金だけ運んでくれれば亭主元気で留守がいいみたいな昔言葉がありましたけどねそんな無礼な人間にねもうこれ以上やってられるかみたいな感じになっちゃうわけですよねまあでもホルトを見で男性はいつまでもね女の子のことを年を取っても素敵な自分の奥さんと思って可愛がっていくところが多いと思いますけどね まあちょっとえげつない言い方になりましたけども男女関係もリスクリアードって言えなくもないんですよねこれはもちろん女性から見て男性に対してのリスクリアードもあるわけですよ最初はものすごく自分を尊重してくれたけどもだんだん傲慢になっていくそんな男だと思わなかったしまいには暴力まで振るってきたみたいなねそういうところも見抜いていかないといけないんでこの投資っていうのは人生であり投資っていうのはお金だけではないですよねノクさんね <laughs> いろいろありますよね <laughs> まさにね、これは後付けなんですけども、ノクさんと私ってのは結構状況が似ていて、あの、ノクさんは派遣社員だと言われてましたけども、私はダメ,ダメ経営者だったわけですよ。<laughs> つまりは、そのノクさんなら派遣社員時代、私だったら赤字社長時代を切り抜いたら、どこにもリスクリア度はないわけですよ。<laughs> でも、今、今日、この令和4年の段階で見ると、もう出来上がってるところがあるわけじゃないですか。まあ、それは資産面でね。 で、資産をバックボーンにして様々な、うん、人生観も投与されてきたところがあってノクさんと私っていうのはできてるわけですよね少なくとも金がなくて腐ってる時代っていうのも終わったわけじゃないですかそれは <laughs> 皮肉なことにノクさんは派遣社員をやったからこそ今の資産を掴むことができたっていうリスクイヤードになってますし私も自分の会社が立ち行かなかったからなんとか一発逆転と思って情報の社会に出て情報の世界に入ってそこで 大きく逆転をするリスクレアヤドを得たと言ってもいいと思いますけどね <laughs> まあ人生ってのは皮抜きなもんでどこにレバレッジがかかってるか自分でも分かんないですよねなんか詐欺みたいな暗号通貨掴んでみたらね詐欺じゃなかったみたいなね <laughs> これ逆詐欺ですよ大抵は儲かると思って掴んだ暗号通貨が詐欺だったみたいなね <laughs> まあノアコインみたいなもんかもしれませんけどもあとスピンドルですか <laughs> 何回もこの話題出ますけどもね <laughs> あと何ビットクラブとかってのありましたよね <laughs> クルーズマイナーとかねなんかその結局は土地は離れていても情報を受け取る場所は変わっていても似たような案件で私たちね共通項がありますからね <laughs> まああのほとんど手を出していないってところもねまあ,あのよかったなってところですけども、うん、体の軸にしといて本当に運が良かったなと最大のリスクリワードを得たんじゃないかなってところですね まあなんかぐちゃぐちゃといろいろ喋りましたけども、すべてがリスクリワードにかかってると思いますので、このリスクリワードの考え方で世の中を見ていく、まさに投資で一番大切なものは、リスクリワードなのかなっていうふうにまとめることもできたんじゃないかなと思います。ドクさん、動画の方ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。